はい、今回の動画は Windows11 の新機能で前回の動画ではですねキーボードの操作のみでスナップレイアウトを行う方法をご紹介しましたけどもそれに加えてですね現在の Windows11 ではマウスのドラッグ操作のみでもスナップレイアウトができるようになりました。 で従来のスナップレイアウトのやり方というのはですねこの開いているウィンドウの右上のねこの四角のマークのところにマウスのポインターを持っていくとここでねこのスナップレイアウトのメニューが出てきますので、まあ、ここからですね持っていきたい位置を選択をすることによってスナップレイアウトを行うことができました。 で現在の Windows11 ではですねこの操作方法に加えてマウスのドラッグ操作でもスナップレイアウトができるようになったんですけどもではね早速そのやり方ですけどもこの開いているウィンドウのですね上部のところですねこちらにマウスのポイントを持っていってもらって、まあ、ここでですねこのウィンドウをですねドラッグで少し動かしてくださいはいそうするとね画面の上部から出てきましたけども、まあ、ここにですねこのままですねウィンドウをドラッグをします はい、そうするとこういった形で画面の上部からねこのスナップレイアウトのメニュー画面が出てきますんでこのままねこのウィンドウを掴んだままですねその持っていきたいですね位置ですね例えばじゃあ画面の左半分にね表示したいということであればこの左半分のところにですねこのウィンドウをドラッグしますこの状態でマウスを離してくださいはいそうするとこういった形でですねこのマウスのドラッグ操作でこのスナップレイアウトを操作することができます この新しく追加されたマウスのドラッグ操作でのスナップレイアウトですけどもこれがねやりやすく感じるかどうかは人それぞれだとは思うんですけども従来の、ね、やり方よりもやりやすく感じる場合はですねこのドラッグ操作でのスナップレイアウトもうまくね使ってもらえるといいと思います。それでではは今今回回の動動画画以上になりりまままます今回も動画を最後まで見てていいたただきまししありがとうございました